渡辺和之さんが僕にめちゃめちちゃゃ怒ってる最初のミッドウォッチ何あれ謝罪の動画じゃないのあれマジであれムカついた木村選手を守る格闘家とかもいたじゃないですかい,やいましたよ逆にそういう選手が一番怪しいと俺は思うんです、はい、格闘キャスへようこそシーンです今日はジョビンさんがスタジオに来てます、はい、よろしくお願いします,します発表されましたね木村選手のドーピングがヒズブラッククローギューティドーピングやってましたついによかった暴かれて <laughs> あれあの隠そうとしたん知ってます 薬が抜けてたと思ってたんですって。ちょっと、ちょの期間だけやめて、はい。はいはいはい。それで陰性だった場合、まあ、ンさんもそうですよね。あの、絶対やってるって、まあ、結構言い切ってたじゃないですか。結構、はいめっちゃ僕ら叩かれてましたよ。だから良かった。 そう考えたら、まじむかつきますけどね、叩かれてると思ったら、あれが陰性で隠された場合、絶対一切やってないって言い切ったでしょうしね、あいつ確かにそこでもしもね、検査パスしてたら、結構バッシング受けてたバッシング受けてたし、めっちゃたたかれて、そうですよね、腹立つ。いや、でも難しいトピックですよね、だって、みんな怪しい選手に、おやってるぜ、やってるぜって言えないし、いや、でも一番怪しいでしょ。 いや、もしかしたらこの選手やってるかもなっていう選手何人か言いますよ、うん、僕の頭に。はい,はいはいはい。でもそんなレベルじゃないですもん、木村だけは。僕もそう考えて、で、なぜ一番なんか目立つかっていうと、一番成功してるから。あー、まあね。圧倒的な形容勝ちしてるから、で、そういう体でし、うん、だから怪しいなんですけど、ね、なんかそこまで形容してないけど、怪しい選手はいっぱい。 <あ>いるじゃないですか。ね、確かに、もともとパンチ力のやつは難しいでしょうしね。はい,はいはい。まあ、木村はもちろんもともとパンチ力はあるんでしょうけど、まあもう倍増なんてもんじゃないっすよね、うん。うんうんうん。まあ、あの、ジョビンチャンネルでもドーピングで捕まった直後に感想動画上げてるんですけど、そ,はい、それからまた、 木村選手が、ま、自分のチャンネルではないんですけども、所属のジムのチャンネルで。ルボックス、はい。はい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 で、またなんか、ドーピングについて話したんですけども、それは見てますかもちろん全部見ましたよ。あの、もうマジであれムカついた。ムカつきますかなんでですか聞きたいです。まず、はい。ま、みんな思ったでしょうけど、最初のミットウチ何あれあ、あ、よく言ってくれました。何あれそう。めてんのマジで。何その、なんか公開練習みたいな。 謝罪謝罪の動画じゃないのあれ。そうなんかめっちゃオシャレに撮って。オシャレな。パパーンってやって、ジムのなんか二階に上がってるところまで撮影して、なんだこれって思う<私>そこは確かに同感できます。あれがまずムカついたし、<laughs> 僕でも、はい、ちゃんともう本当に洗いざらい全部言うって今までやったこと、でも今後二度としませんって言ったら僕は、うん、個人的にですけど、応援者になって、なんかもう一回ちゃんと見たいなってなるんですけど、 嘘しかついてないからある様子見てやっぱ次もう絶対やらんなと思えないですよねまあ嘘っていうとそれはまあ K1 時代は使ってなかったっていうのとそう、はい、多分クレンビュートラールだけ使ってるそ,うそ,うその2つだけですかそう,そう,そう筋肉増強剤は使ってるそうそう、ね、<ー>その2点ですよね、まあ、まずじゃクレンビュートラール以外に使ってたと思ってるんですよ絶対使ってるでしょはい僕もそう思います、ね、んからぜのもともと薬なんですねその そうなんですよ。クレビューローっていうと、そのぜんの薬なんですよね。ぜんのやつじゃあ、そんな筋肉になりますかあ、でも、筋肉をつける薬ではないんですよね。だから、なんないですね。だから。はいはい。もう絶対嘘ついてる。ううん、そうですよね。でも、なかなかそれだけで捕まってるんですよね。おそらく。おそらく。え、そんなことないですよ。あ、そうなんだ。複数の陽性反応らしいですよ。じゃなんでその話は誰もしてないんですか逆に気になるんですけど、それはなんか会見の時は黙ってましたもん、あいつ。そんな余計なことは多分今、あ、言ってたかでも。 言ってたけどそんなつつかれなかったですよねそうですよね記者たちそういうところ聞かないといけないですよ、うんね、クレンビートローだけ使ってたんですかってちゃんと聞いてほしいです、ねうん、でも僕もその時は分か,んなか,分かってましたそれがどういう薬かってクレンビートローですか、はい、あそうですあのーうん、カネロ・アルバレスというめっちゃ有名なチャンピオンがそれで一度捕まったことがあってそこからそのねし知ってたんですけど、はい、僕知らなかったですけどバレンさんが僕に教えてくれてで僕もその後一応調べてみたら全然、はい、筋肉がつくっていう感じの うん。じゃないうですね。そう,そうそうそう。逆に、その、脂肪を落として筋肉を保つ効果があるような薬なんです。はいはい、だから、その、圧倒的な形容を見せるよう、ね、な、ああいうのは、それ、それではないんですよね。だから、それは、まあ、<ー>もちろんあ、もちろんなんか、それだけ使ってるっていうのはないんですけど、<ー>逆に自分から、はい、いや、これもこれもこれも使ってたって言わないじゃないですか。まあ。それほど、ね、バカではない。 いやでも要複数の陽性反応が出ているって結果は出てますからねはいはいいやまあでも確かにれでも嘘れははついてないんですだってクレンビートルだけ使ってたって本人も言ってないしいやでもだけって言い方っすよあ言ってましたか、はい、そっかそれはそうだ,そうだまあでも確かに本人のに立ってみたら、はい、そう言わざるを得ないのかもしれないですね筋肉増強剤使ったって言ったらやっぱもう うんうんうん、わざわざ。まずいし、K1 時代も使ってたって認めてしまったら、K1 時代の記録まで変えられるから、うん。わざわざそんなの言わないでしょう。いや、で俺は言わ、俺は言わないですよ。俺は絶対言わないよ<ー> <laughs>。なんでそんなわざわざ、まあ、昔のことを言わないといけないって思うんですけど、でも、うん、そうですね。この時点で安保、ルキアバーサー、木村選手プロモートしてるじゃないですか。それは実現しますよ。 ん今年中にににう、<あ>にう務が,務が間間合合ららしいですすからねじゃあやりますよ、ね、坂さんも言ってだから結局ドーピング捕まってもまあそんなひどいことはないっていうことが証明された、うん、そうっすね、まあ、まあそういうことっすよね正直別に使ったって半年で最悪バレたって半年でね許されるっていう,う,んうん、うん、そうなんですよねいやだからよくないっすよねなんかそう確かにそう考えてもよくないっすよねあの半年っていうのは半年は短いよね、うん、<laughs> でも ドーピンって本当にやめると思いますか、はい、や,やめれないと思うです。やめれないですよ、ね。依存、依存性もある絶対。まあ、もうちょっとうまい方法でやっていかないとい,いけないっていうと、本当に失礼なこと今言ってるんですけど、うん、でもなかなか簡単にやめられないもので。やめちゃないでしそんな。期間をちょっと開けるんでしょうね、いつもよりは。だ,だから。いや、なんかマスキングする方法とか、捕まらない方法をなんかうまくさ探さないといけないですね。ねまあ、いい先生が必要っていうこと、いい先生といいドクターが必要っていうことなんです。ですだって、結局、 なんかテストストロンは例えばステロイドアナボラクステロイドってテストストロンを上げるものですよね、はい、だからあ外から入れて上げてると体はもう作んなくていいっていうことになって、はい、急に外から取るのをやめたら体も作ってないからもうばーっと、ね、精神的にもメンタル的にも体的にも全部ばタたって落ちてもう結構ひどい状態に入るんですか、ね、だからその状態で試合は絶対にできないからい落ちていく自分が嫌なんでしょうね肉体が。 まあ、それはそうですよね。結構クラッシュするんで。だから、なかなかやめられないものなので、それで試合出たらもう、あれ、木村選手どうした、どうなったんだって逆になるから、やめることはまずないと思う。でも、試合は出ないといけないから、どうするっていう話なんですよね。だからよく言われてることですけど、和島戦はやめたと思うんですよ。やめた時、ちょっとの間は抜いたと思うんですよ、あの時。でもやっぱ、ああいう巻き方して、やっぱり、 でもあれを機に僕の予想ですけど、はい、あれを機にやめようと思ってたと思うんですよ、ボクシング転向して。でもやっぱやめれなかったですよね。はいはいはい。負けたし。実、まあそう、多分そういうことですよね。うん、ちなみに、いつからやってると思いますなんか、具体的には分かんないんですけど、一応 k 1でバーって上がる、はい、期間があったんですよ。でも、多分そこぐらいの。僕はおそらく PKO 戦の後かなと思うんですけどね。ああ<ー>。あの試合で負けて、やそこから体が変わっていくんですよ。ああ。でも、その前もすごい KO 見せた。 見せてたと覚えてるんですよね。うん、なんか1、一<う>、一分間ぐらい、ね、一、まあ、分半ぐらいでもンで、一発。まあ、もともとパンチ力はあるんでしょうけどね。でも、自業自得っすけど、それもじゃあ、疑っちゃうぜ、全部の試合をね。うんうん,うんうん。もしかしたら最初から使ってるかもしれないそう思っちゃうっすよね。まあ、それは捕まったからね。ねしょうがないですよ。俺、PKO、p k 戦からかなと思うんですけど、そっちからと思ってるけど、その前の試合とかも、 疑われるのもしょうがないと思うし。そうだね。まあ、その、実際、そう、全部試合見ていくと多分、気づく、はい、な気づくことはあると思うんですけど。ただ、この木村選手を守りたいっていうわけではないんですけども、はい、その、海外選手が使ってて、自分も使わないといけないっていうような内容も、その動画に入で。あ、なんか言ってましたね、はいはいはい、あれは本当に理解できますって言ったら、ジョミンさんは怒りますかだって、わかりますよ、本当に。だって、海外選手、K1 ね、K1 に入ってくる海外選手見てますかやばいですよ、だって。まあね。<laughs> 明らかに使ってるじゃないですか。でそれとぶつかり合うので、まあ、木村選手の場合では自分も使ってないと勝負できないっていう考えは全然理解できるんです。だから僕がよく言うのは、この世界レベルで使うんであれば、僕は本当に文句は言わない。だって、もうトップのトップはもう、はい、特に海外に行くと、もうみんな使ってるという考えは俺は持ってるんです。ね、悪いかもしれないけど。トップまで行って、 ああ、じゃあ、ネクストレベルに行くためにはこれが必要っていうのは分かる。だあれ、すいません。大丈夫です, <laughs> す。すいません。よくあることです。すいません。い,せん <laughs> いやだから、あのー、そうだから、ここまで来て、もう一歩行くためには必要っていうのは許せる。はい、ここで使って、ナチュラルのやつをボコボコにするのはすげえ嫌い。でも、木村選手はそれやってたから。 まあ嫌いです、アスリートとして、絶対勝ちたいですもんね、試合に。まあ、そうそう、何をしても勝ちたい。何をしても勝ちたいっていう、まあ、その気持ちは正直分かるっすけど、うんうん、でもやっぱこれを肯定したくないし、だからやっぱ、団体がちゃんと検査して取り締まるようにするべきですよね。うん、やっぱ、確かに海外の人やってる人多いかもしれないっすけど、UAC はほとんどやれないと思うんですよ、今。さすがに。あそこまで厳しくされてたら。まあ、厳しいですよね。はい。だから、あああいうことを、まあ、お金かかったりとか、いろんな問題あるでしょうけど、日本の団体とかも、 ちゃんとして取り締まっていく方向にしてほしいですけどね、これを機に。確かにそうですよね。どう思いますかライセンでパカパカなんか捕まる選手が増えていくと思いますかどうなんでしょうね。でも、今回、ケラモフとか、ね、なんか、朝倉みぐるとか発表したじゃないですか、インセンって。はいはい。だからもう発表してほしいですよね、これを機に。あー、でもそうなる流れの気がしますけどね。う,ねうん、確かに。 確かに、どうなんだろう今使ってる選手はやばいと思ってるのかな、うん、でも確かに抜きそうっすよ、ね。今、あの、使ってるやつは試合前の何ヶ月前か分からんけど。<laughs> うんうん、俺が使ってるならそうすると思う。ちょっと怖いと思う。いや、もう契約書でいつでも検査していいっていうのを、もう最初から入れればいいじゃないですか。すね、試合前とか後だけじゃなくて。はい、実際検査し,、ね、しに行かなくても、いつでも行けるよっていうことだけで、選手はかなりちょっと顔、ね、なんか、 なんか変えていかない。はい、まあ使ってる選手はちょっと気をつけないといけないっていうところもあると思うので。はい、でも逆に話飛ぶんですけれども、はい、木村選手を守る格闘家とかもいたじゃないですか。い,やいましたよ。えっと、まあ名前は言わないんですけれども、逆にそういう選手が一番怪しいと俺は思うんです。ああ、なるほどね。あ俺それはあんま考えてなかったけど。だって普通にナチュラルだったら、普通公平じゃないですかって言うじゃん、んナチュラルは。そうですよね。な、だけなんでなんか守る トップ格闘家も、トップ格闘家も何人か行ったけど。なんかいじめてんのが気持ち悪いみたいなこと言われたんですよ、僕。弱い者いじめみたいや、こっちのセリフやけど、その守ってるのが気持ち悪いよ、マジで。だからそういうことなんですよ。だからそういうことなんですよ。え、やっぱ名前出していいですか、僕。あ、いいですよ。僕だけ。僕は別にそれを、そリフでやってると思ってないんですよ。はいはい。あの、青木真也は、が、なんかそれを守ってたけど、あの、 パンチャン・リラの時とか叩きまくってて、なんで今回は、じゃあそうなんのっていう。弱い者いじめみたいなこと言うんすけど。<laughs> うんうん、自分も山本アーセンとかパンチャン・リラ叩きまくってたやん、はい。もう一個言わせてください。<laughs> ストラッサー・キーチさんも、あの、八百長問題の時めちゃくちゃ叩きまくってたのになんで今回だけ守んの俺も、その感覚が分かんない。八百長問題が起こって、うんうん、ドーピングにはこんな,なんか寛大みたいな俺よく分かんないです。だから、だから怪しいの。いや、まあ俺、それはまじゃわかんだけど。だでも、分かりますか、はい、なんでもうこういう、<ー>なんでドーピングしてる選手を守ろうとするのっていう。 と,うとまあ、ね、それれしか考えられないんで,すよで,もでも確かに俺がドーピングやってても守るでしょ俺俺がやってたらいや気持ちは <laughs>、うん、僕もキム木村選手の気持ち分かるよっていうことになるしでもナチュラルだったらいや俺がドーピングしてるやつと戦うと不公平じゃん何この野郎って、うん、自然に思うから守ってる選手はみんな怪しいって言ったらごめんなさいでも俺ならドーピングしてたら触れないですけどね。<laughs> 守ったらまた楽しいんだよ。俺は無視するの。キャロはについては一切。俺がやってる。キブラミ村ルもそうじゃないですか。ステロイド今まで疑われまくったけど。無視してたじゃないですか。確かにああ、するのが一番いい気がします。今日ね。まあ、まあ。やってる側は。確かにそうですよね。<うん S 1> ストラッシャーって、俺、ツイッターでしか見てないんですけど。ストラッシャーさんって、なんでそんなに。なんで、なん、なんて言えばいいんでしょう。 何考えてるのって <laughs> 聞いたのめちゃめちゃキレてましたけど、あの、はい、我らが僕らの親友なの、細川バレンタインさんがそれを論破してましたよ。めちゃめちゃ大喧嘩やってました、ツイッター上で。そうですよね、はい。めちゃめちゃ長文でお互い。でも、バレンさんなんか指示されてましたよね。<ー>僕が見る限りは。 だって、うん、ま、この場合は特にだって、ドーピングをやってる選手を、あんまりバッシングすんなって言っても、通じないじゃないですか。はい、す明らかに悪いです。明らかに悪いから、うん、格闘技を愛してたら怒るのは当然と思うんですよ。そう。それだけのことやってるもん。うん,うん,うん,うん。どうなんでしょうね。いや、でも、クリーンな、 はい、スポーツっていうか、まあはい、特に日本の中では、はい、このライゼンレベルの中ではもうみんなクリーンでやっていこう,、はいそ,うね、それともみんなドーピングしていいっていう感じでプライド時代みたいにそうですよねどっちかにやってほしいですいやまあ僕は取り締まる方が僕は絶対嫌選手だったらじゃあみんなドーピングしてもいいよみたいな感じは僕は絶対嫌すそ使いたくないですもん、うんうん、でも試合はもっと面白いじゃないですかまあまあ昔の K1 とかプライドがやばかったですよねありましたよね、うん うん、でも僕ね、あの自分のチャンネルでも言ってるんですけど、はいはい、バトルボックスの選手が絶対やってるとは思わないですけど、検査するべきと思いますよああ、いいこと言,う言いますよ、ね。いや、疑われるよ。それだけのことやったから、木村が。はい、だって俺も、あの、尊敬する先輩がジムで、同じジムでやってたら、俺もやると思う、正直。うん、まあやると思うときも、うん、やる可能性あると思う。うん、憧れの先輩が。うん、まあ、そうですよね。はい。で、やっぱ、 疑われてしょうがないと思う。だから検査して別に陰性だったらいいじゃないですか。はいはい。だから、うさみ、パトリックとか、まず、うん、やってると思わないですよ、別に。今までそんな疑ったことないけど、でも木村があんなったことによって、もしかしてやってるんじゃないかなって正直僕疑問があります、今。うん,う,んうん。だから、検査してほしい。は<ー>安保戦の時に。あー、なるほどね。らそらそうじゃないですか。そうだね。そうだね。でも、ま、ま、検査するよね、おそらく。だって、シュートボクセでね、昔、<laughs> まあ、 バンネル・シーバーが、バンネル・シーバーがやってたら、マリもやるでしょ、そら。まあ、そのジムはそれで有名だったですはいはいはい。やっぱ、それはそうなると思うんですよ。なんか、松本秀さんが言ってましたけど、お笑い界で、例えば松本秀さんが覚醒剤とかやったりしたら、多分、若手結構やるやつ増えると思うんですよ。ああ。そういうもんとも。まあまあ、上からね、あれ、やっぱ、憧れの先輩とかやってたら。特に、その、なんか、結果が出てたら、そうですね。結果も出てるわけです、木村は。 そっか。かそれは最低限やってほしいなって僕思いますけどね。うんうん。うんまあ、来世もこれからちょっと、検査とかも続けていくと思うんですけれども。ちなみに、あの、僕、ちょっと余計なこと言いますけど、はい、このバトルボックスのジムの代表って渡辺和久さん。はい。わかりますはい、知ってます、ね。僕、面識あるんですけど、あ<ー>なんかね、渡辺和久さんが僕にめちゃめちゃ怒ってるっていうことで、あ、まあ、それは怒るよ、ね、しょ。知から連絡があって、<laughs> で、ちょっと電話したんですよ、僕、この前。<laughs> はいはい。 そしたら別に怒ってなかったですけどね。ああ<ー>。そんな怒ってなかったけど、なんかまあ、あんまりその内部のことわからんことに言わんといてくれみたいな。まあ、で、ちょっと細かいこといろいろあったっすけど、まあちょっと、それはちょっとどういうこと言ってたかはちょっと内緒っすけど、あ<ー>ちょっと電話で喋りました、ね、ああ、それは木村選手に対してあ。ああ、もちろん木村選手の話で。なるほど。 へーはい。怒るんだね。まあ怒りますよね。いや、まあでも、実際喋ったら全然怒ってなかったですけどね。まあ自分の選手をやっぱ守りたい気持ちもわかるんですけど、うんうん、ただこっちはこっちで、僕もちゃんと言いましたけど、うん、やっぱり書く技好きなんで、やっぱああいうね、結果出て、うんうん、陽性反応でやっぱムカつきましたって言ってうん、うん。そうだね、そうだね。でも、面白いこと言いました、ね。だってインフルエンサーは、なんて言いますでしょう。 ジムの会長とか選手であればな、なるべくみんなと仲良くしたいですよね。うん、<の>そうですね。まあ、例えば、その、別に、ジョビンさんのチャンネルも、なんか登録者めっちゃ多いというわけじゃないんですけども、格闘技のトピックをもう、多分、おそらく5年間、10年間続けて取り上げますよね。はい。だから、 5年間、10年間、例えば木村選手の場合だ、木村選手が試合すると、毎回話すっていうことなんで、はい、まあ、仲良く、木村選手がちょっと仲良くした方がいいっていうことあるんですよね。<laughs> 確かに僕とかバレンを敵に回して、なんか叩かれたらちょっと嫌でしょうね、今。うる,ね、<laughs> うるさいから。そうるさいから、俺もそうなんですけれども。そうなんですよね。まあ、時代は変わってきてますね、本当に、格闘技界は。はい、じゃあ、あのー、まあ、木村選手、はい は、まあ、ちょっと今のところは試合に出ないということなんですけど、アンポ選手とパトリックが試合して、アンポ選手が99.9%勝ちますね。はい、そうすかね僕、全然臭みあると思ってるんですけど、お<ー>僕は全然あると思ってまへへあじゃあ、これはライセンの勝敗速度で話すんですけれども、はい、盛り上がりとしてはアンポ選手に勝ってもらって、アンポ VS 木村選手。 まあね、もういやもう、制裁マッチが見たいですけど、もっと。ああ<ー>。ヘビー級のやつとか。はははははは。の相手は。まあ、そうですね、そうですね。<laughs> うそう。マジでか、もうやめてほしいけどな、マジで。あの、使うの。うん、でも、早すぎるって。でも、使うんですよ。ね。使いますよね。 まあ、工業的には美味しいですもんね、正直。今ヒールとして出すことが。はい、はい。ファンはいますか木村選手のファンとか。どうか確かに、ファン今どう思ってるんでしょうね木村緑のところ。いや、ファンがどう思ってるっていうか、ファンもいますかって思う。まあ、だいぶ減ったでしょうね。 木村選手応援してますっていう声はあんまり聞かないんですけど確かにまあいるんでしょうけどいるとしたらそのブラジルのコミュニティの誰あそこになるんですけど、うん、そこもどう思ってるか僕もよく分かんないんですよ確かになまあでも試合が面は面白いな試合は見ます僕ファンとは言えないんですけどあの豪快な KO が見たいってファンはいるんでしょうけどでも本当に一気になくなったでしょうねそういう応援してた人も。うん 格闘技、格闘技ファンはちょっと嫌いになったかもしれないけど、どう思いますか、ここから木村選手、そのカンバックできると思いますかいやーど、いやまあ薬物完全にやめたら無理でしょうね、気持ち弱いし。あああそういうまあね、でもそうなると試合も盛り上がんないじゃない、まあ、その内容としては。ただでさえ気持ち弱いじゃないですか。ドーピングで ドーピングが気持ちを支えてた部分もあると思うんですよね。だからまだ保ってたというか。はい、それがなくなったらより気持ちが弱くなって、僕はどうしようもないと思うんですけど、うん、選手として。使ってる今俺はもう薬の力がすごいあるっていうので、はい、結構自信あって戦えてたと思うんですけど。はい。和島戦なんか心をいつもよりよ簡単に折れたように見えましたしね。うんうんうん、これから見ていかないとわかんないものですよね。はい、まあでもいろいろ木村選手の悪口をした。 僕は、なんか素直に言うと、はい、まあ、ドーピングは悪いことです、ね。だ、はい、木村選手は悪いことをした。だけど、なんとかこれを乗り越えて、いい方向に進んで、成功ストーリーにしてほしいところはあるんです。木村にいいですかうん。いろいろ失敗して、ちょっと落ちてるんですけど、これをなんかポジティブに回して、最終的にみんなから尊敬される格闘家に僕はなってほしいです。 ちょ陽性出てしまったんで、うん、まあ、一回じゃないけど、まあ、陽性一回出たんで。はいうん、今後じゃ、まじで使ってなくて、慶応量産したとしても疑われると思うんですよ。僕も思っちゃうすもん。ん一切実際使ってなかったんですよもん。そ,そ,うそうそう。だから、多分、難しいんですよ、ね。だから、難しいですよ。どうかとうが。難しい。 でもそれはやっぱりその格闘技のリングの中じゃなくて格闘技外でなんか直す、そのイメージなので。イメージが悪いからそのイメージを直す活動をしないといけないんですチャリティとか。なんか。チャリティ人のためになんかすごいなんかいいことをやるっていう感じでイメージを取り、ちょっと正直僕、木村ミドルそんな悪い奴ではないと思うんですよね。そう、そんな、いや、だってもうみんなから悪い奴と思われてるじゃないですか、今は。チャリティしたところで僕はもう。でもそ、わかる。そんな簡単じゃないんですよ。でもなんか、 なんか変え、そのイメージを変える活動が必要なんです。にに逆にどうすれば早がれるかと考えるのが面白い面白い、面白いですよね。でもそう、ただ試合に出て KO を見せてもダメですね。だから俺、<然>そうそうそう、なんか反省し,してるあ、世界をいいところにしたいっていうイメージをつけないといけないんです。まあそういう、本人はそういう気持ちを持ってるかどうかわかんないんですけども、はい、そう、そういうのを見せて、えー、っと、格闘技ファンの心をまた掴んで、そういう成功ストーリーを見せたら、 やっぱり最高、なんかいいじゃないですか。まあね、まあそれはあんまり考えてなかったけど、確かに木村がどうやったら復活できるか、ちゃんと。ちゃんとできたら、あの、尊敬するしかないですね。 あまず、うん、あの試合前の検査だけじゃなくて、木村に関しては、抜き打ちやりってほしいですけどね。か、一回引っかかったやつは。うん、それはそうじゃないですか。例えば、木村選手がここから、いや、あの、抜き検査、抜き、抜き打ち検査、はい、いつでもやっていいです。自分から払います。いつでもテストしていいです、はい、って言ったら、みんな印象ショッっそうした<っ>ら結構信用できますよ、ね、そういうこと、イメージを変えるっていうのは<ー>そういうことなんです。確かにね。 だからはんそういう反省してる気持ち、俺は悪い,く悪,いくやった悪いことやった、ごめんなさいっていうのを、パブリック、世間に出さないといけないのが一番の圧、いいね、あそこが一番大事なんです、ね。嘘ついてるから、そこでなんかちゃんと反省してないんじゃないかなと思っちゃうんですけどね、K1、まあ、時代やってないとか。まあまあまあ、そうなんですよね <laughs>、うん、でそれを全部認めて、でももう二度としませんって言ったら、僕はそんなにねちね言いたくない、マジでそう思ってます、僕は。ね、まあまあ、難しいっていうのは間違いないなんですけど、<間>ちょっとポジティブな方法で僕は終わったらしいです、10年後。 すごいポジティブなこと言うと、うん、時間が経ったら結構みんな忘れてくるもんと思うんですけど何でもそうなんですみんな時間が経過せんと難しいと思うけどうん、うん、で頑張ってる姿見せたらみんなもう,もう例えば秋山選手なんかもう多分木村実よりもっとヒールだったでしょ世間の魚の完成、ね、戦の時とか、はい、今も嫌われてるけどいやでも今はもうだいぶ払拭されてますよ亀田耕輝とかも亀田耕輝はね以上ね、うん まあ世界チャンピオンになったし今はボクシングプロモーターなんだけど、はい、秋山さんはいやでもだいぶもう僕なんかはやっぱ許してますもんもう、まあ、マジですかマジで嫌いでしたけど,たけど秋山さんってなんかそのぬるぬるって言われてるじゃないですかはいぬるぬるはい <laughs> そ,そ,そ,れそれだったっけ <laughs> オイル塗りまくってたんですよね <laughs> そう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 なんですよマジでいあのストーリー知ってますかあの、はい、桜庭でしたそうなんです桜庭 選手がその試合後、絶対足入ってすごいクレーム言ってたんですよ、ね、なんかレフリーとかいろいろ回って。はい、でな、バスリンだったっけ、なんかオイルとか塗ってたんですよね。はいはい、だからオイルのなんか匂いが、はい

なんか10%ぐらいそういう気持ちもあって、なんか有利に働くっていう気持ちもあったみたいな感じの YouTube でして、そこまで忘れられてるって、なんで、なんか認めるの、そこでって思うんだけど、<laughs> ま,あま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 あ、まあまあ、で今は許されてるというと、ね、いや許されてると思うんですよ、やっぱだから、どんな人でもはい上がれる、復活はできると思うんですけど、どんな嫌われてもはい、はい、そうですね、だから木村選手もまだチャンスあるっていうことなんですけど、でもね、 トーピン嫌嫌いいでですす本当に嫌いです、ね、だから抜き打ち検査をちゃんとしてそれもクリアして一生懸命頑張ったらそれは支持される日も来るんじゃないですかうんうんそうですね。はい、ということで、はいあのー、今日は長い時間ありがとうございました。はいあのー、皆さんぜひジョビンチャンネル概要欄に貼ってるのでぜひチェックしてください。あとは、えー、とアンディー、はい、ガールズバーもやってるので皆さんぜひ遊びに行ってください。はい、えと次店長さんは誰ですかディープの佐伯代表です。<laughs> すごいですね。あとは店長が来弁護士が来てその次ディープの佐伯さん。 意外な店長さんを呼びまして、ね、はい、面白そうです。まあ、格闘技ファンであれば行かないといけないと思うので、はい、あの、皆さんぜひ、アンディ、ガールズバー、飲みに行ってください。よろしくお願いします。あと、そのチャンネルの登録ボタン、それをスマッシュしてください。いいねボタン、This one right here、それもスマッシュしてください。<laughs> おすいげす。またお会いしましょう。バイバイ。